シャーロット・ゲストの肖像画、シャーロット・ゲストはイギリスの実業家、翻訳者。ウェールズ文学及びウェールズ語の研究に大きな成果を残した。マビノ・ギオンの初めての英訳で有名である。ゲストは、リンカンシャーのユフィングトンにて、第9代、リンゼー博、アルベマール・ベルチと、その2人目の妻スザンナ・エリザベス・レイヤードの娘として生まれる。 ゲストは6歳の時にジップを亡くし、母親はピーター・ペーガスと再婚したが、シャーロットはこの新しい父親のことは嫌いだった。シャーロットは勉学に大きな才能を見せ、アラビア語、ヘブライ語、ペルシャ語を独学で学んだ。この時期に将来の首相ベンジャミン・ディズレーリとちょっとした色恋しさたがあったとも言われているが、ともかく1833年の結婚を機に、 彼女は幸せとは言い難い家を出た。しかし、この結婚はやや型破りなものであった。夫、ジョン・ジョシュア・ゲストはウェールズの製造業者でダウレース鉄鋼会社のオーナーであったが、シャーロットよりもかなり年上であった。1832年、ジョンがマーサー・テイドビルから会員議員に当選したのを機に、二人はマーサー・テイドビルのダウレースに引っ越して結婚した。 結婚生活は幸せだったようで、シャーロットは10人の子供を産んだ。シャーロットは、ジョンが地域を代表して行っている、博愛活動に熱心な興味を抱き、彼女自身も技術文書をフランス語に訳すなどの形で、鉄工業に関わるようになった。ジョン・ゲストは1838年に男爵位を得た。ジョンが健康を損なうと、シャーロットが事業を運営することが多くなった。 やがて1852年のジョンの死と共にシャーロットは完全に事業を引き継ぎ、1855年、GT ・クラークに席を譲るまで従業員や他の鉄工所のオーナーとの交渉の場に立ち続けた。退任と同時にシャーロットはチャールズ・スクライバーと結婚した。スクライバーは古典文学の学者で、チェルトナム、イングランド南東部の町選出の議員でもあった。 彼らは、ウェールズを離れ、ヨーロッパを旅して、陶器を収集した。これは後に、ビクトリアアルバート博物館に移送された。また、扇や、ボードゲーム、トランプなども収集し、これらは、大英博物館に寄贈された。長男のアイバーは後に、初代ウィンブローン男爵となり、第七代マールバラ公の娘であり、ウィンストン・チャーチルの、おばでもある、コロネリア、 スペンサー・チャーチルと結婚した。その子供は後に初代ウィンブローン子爵となった。シャーロットの子孫にはアメリカのゲスト家やベスボロー伯爵やシェムスホルド子爵なども含まれる。シャーロットはウェールズにいる間、トマス・プライスやビレ・マーク、ジャッジ・ボサン級、クール・ターメ・ケーンなどの文学の学者に支持し、ウェールズ語を学んだ。シャーロットは中世の歌や詩のか、 マビノギオンの翻訳を行い、大評判となった。マビノギオンの表記はゲストが元になっている。マビノギという言葉自体は、もともとは、マビノギ四枝として知られる四つの物語を指すもので、ある。一つの写本に、メイビノオグイアンという言葉があったものを、シャーロットがマビノギの複数形だと考え、コレクション全体を指す言葉として採用した。マビノギオンの物語は、 ウィリアム・オーウェン・プーヘがすでに集めて、マイビリアン・アーキアラジー・オブ・ウェールズとして、編纂しており、プーヘはすでに翻訳を完成しておきながらも、公表する前の1835年に亡くなっていた。シャーロットは、1803年に、プーヘが編纂したウェールズ語辞書を使ったが、プーヘ訳にはよらずに独自に訳を進めた。シャーロット版の、マビノ・ギオンは、出版されたものの中では、 最初の役所である。1838年から1849年までは、複数巻きで出版された。第1巻は、アーサーを伝説にまつわる物語で、ウェールズのロマンスから、泉の夫人オルーエン、マブラウグの息子ペレディル、ゲライントとイーニットが収録された。第2巻は、キル夫婦とオルウェン、ロナブイの夢が収録された。グライントとイーニットは、 アルフレッド・テニスンの国王牧歌にてゲライントにまつわる二つの詩のもとになった。シャーロット・ゲストはウェールズ人から見ればウェールズ文化の再興に協力した外国人である。シャーロットはほぼ同時代のサノーバーと共に文化への功労者としてウェールズの人々に深く記憶された。1980年代ダウレースの町おこしのために建設されたパブは 彼女の功績を称いて、レディー・シャーロットと名付けられた。ジェームズ、BLL、クラーク、ジョージ・トーマス、オックスフォード・ディクショナリー・オブ・ナショナル・バイオグラフィー、オックスフォード・ユニバーシティ・プレス、アクセスト21オーガスト2007。ありがとうございます。